今日も君に会えていい日になった。歌はない言葉で笑かしたりしてふざけ合っては触れ合える。めぐりめぐる季節、時間は緩やかに流れ、星の瞬きさえ感じない絶え間なく進化する小さな花と ワンマンの時はそんな人が10人も入れへんくらいで、この前やらせてもらって、その時はまあまあ五木スウェーデンじゃん、出てくれて五木スウェーデンじゃん、力でパンパンに行ってもらえて。でも今やもうね、ミクロックにも出る。ミクロックもそうなんです。これだけじゃなくてミクロックもあるんで、ね、中学のミクに、ファズが主催、ファズ主催の野外フェス、そんなのそれだったんで、フェスでステージがいっぱいある。ただ先見とったら、そのファズの店長さんと結婚記念日が一緒みたいに。あ、そうなの。今日なんだ。一緒なんや、ファズの店長さん。縁があるな。まあ来てください。よろしくお願いします。楽しかったです。もうすぐその場所まで色彩をなくした森は少しずつ涙をこぼしながら、ただ静かに生き続けるだけ。
した森は少しずつ涙を流しながら、ただ静かに生を全うする。どうもありがとう。忘れられなくてここにいた。寂しさバネナでもなかありがとう。鉄分焼けたんだ。誰とも恋なんてするもの間違ってはいるけど、するものか。だけど可愛い人見るとなんでだろう、期待してしまう心。風吹く時もまた雨降る時も、たぶん時間が過ぎれば元通り遠くに羽ばたける。お疲れ様です。はい、森本さんにはこういう、ね、お子さんがいてたっていう隠し子。今だけ牛乳独占隊のチェンジを奏くんと使いたい。チェンジって今だけ全部これですか。8月の24日、ここでする別世界、別世界の魔物、ちょっと来てください。今回は頑張らんとね。今回頑張らんと多分あの殺されますね、コミキさんに。本当にいや、多分前澤さんに殺されますね。ノルマがちょっとね、10万ぐらいシャングリラぐらい。この前だタイムカプセル化石になれバイナソイエヴァ心で見つけた秘密。タイムカプセル化石になれマイナスソイエヴァカレット時大切な日
風がしんしんしんと響いてきやがる。おーいいよ、できると時のかけらを奪い戻して一度目覚めてみせるよ。 It's coming by の愛を感じきってもあの安らぎを取り戻して今を歩んでみせるよ。曲してくれるんですね、山田君。ねえ、もう3拍子を4拍子にね、変えて。変えて。でも歌詞も間違えまくって、その後聞いたらクオリティが低いのなんのって、あのランプの。まあ、コピーじゃなくカバーやから、ね。カバーやよ、ほんまにもう申し訳ない。いや、今度はもうえげつない気になると思うな、俺。僕山田君の曲すんもん。コピーさんの曲すんもん。これ、この辺でしたっけ？ね、あ、ニャンズっていう猫。ねミュージカルです。松原さんがね、もういつも、そうそうそう今月2回出てくれはって、あもうあの曲も、ニャンズ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 あれドラム叩くんです僕。すごいすごい。6曲ぐらいね生演奏あるんですよ。すごい。なんかもうめっちゃええ話。演技はこれが最後のボスですか？この三毛猫最後のボス。そんなん言うたらあかん。気持ち悪い。これどっちかどっちかちょっと分からんけど。あ猫やね。そうそう猫。猫界や。生やったの。そうっていいの。いやほんまにええ話。その猫世界の話やけど人間のこのね世界。と風刺されてるというかね。それこの前ちょうどあれ30日松原さんと一緒で。そうなんですよね。30日一緒やけどこれ昼公演もあるんですよね。そうですね。この昼公演見てからホームにも行けるこういう話をしてる。山本とかですね。そうそう公民館じゃあ経済もあるあるある。もう言ってください。あの僕チケット持ってますから僕が僕に言ってくれたらいいです。あとね小学生無料です。小学生無料これでかい。来れるで3人来ても無料やで君が1000人ぐらい来たら儲かる。あの2回入れるで君無料で。すごいやった。高校生以下1500円ですよ。いやこれほんまにちょっと泣きそう。脚本の読んでちゃう。脚本読んでちょっと泣きそうなんですよ。いやマジでマジで。あのね練習してるんです今。どうやカオさんもねうちも出てくれたはずです。あそうなのか。そうなんですよ。またお願いします。来てください。チケットあります。
DVD とかないならないですか。でもサントラ作ろうかなって言って、あの結構20曲ぐらいあの松原さん作った曲が、そうそう言うてあった、そうそう、だからもしできるんやったらサントラ作ろうかなっていう話もしてるので、その時多分僕ドラム叩く。これ例えばあの本になってるとかですか、あの原作。いや違う、これはね、あのこのためにできた、このために作ったと思います。ああすごい、そうです、ほんまに。ここでしか見れない。いやそうですよ、いやほんまにセリフの節々が人間世界と照らし合わせる。猫好きな人は来てください。今猫好きいいですよ、来てください、お願いします。めっちゃ喋った。もしゃくしも灰だらけ、今度は首をし
画面を指す。ラブミーベンダーという僕がフロントマンをしているバンドとシーサイドキャンプという僕がベースをしているバンドの共同企画があります。すごい。一人で両方の木屋町竜医京都のライブハウスで、最強のメンバーを揃えてますので、ぜひ殺されに来てください。もちろんそのボーカルはこの方です。あ、シーサイドキャンプのフロントマン私です。え、CD もできるんだ。 CD もそう、今作ってるんですよ。あ、いい、CD 作ってます、ね、もう、お前たちを皆殺しにするキラーチューンを今2曲作ってるから、殺されに来い、殺されに来い。もうね、本当にいいアルバムができるんで、やるんだから、いい CD ができるんで、ほんまよろしくお願いします。こういう感じでやってないんで、普通に、普通にやってるんで、普通に来てください。殺さないで、ね、お願いします。お願いします。
僕絶対絶対僕一番そうめん食ったと思いますよ。いやよかった、いや食べてもらったらいいんよ。これ一番食べたらあかんよ。一番食べた気がする。いやいやいや、よかった今日も朝か朝さーって。あ本当ですか。いい声で今日、今 CD も流れてるけどうるさすぎて分かれへんけど何が流れてるか聞こえ。いやそれが岩井君の CD がね。そうそうなんですよ。バンドバンドバージョン。あのプレス全部終わってるのに帝王が厳しいやんか。全部それをやめてもう一回してプレスしたっていう。あの噂の10万で作って帝王がなあかんなと思って全部捨ててあった。そうもう一回10万出して。いやいや金持ちじゃないですよ。あれさ、あの小学生の時から貯めてたお年玉を捨ててやったんですよ。だからほんまは300円で売る予定やったけど1000円になってる。元から1000円ですけどね。1000円ですけどね元から。いやいい CD です。いやまだ取り返せてないですけどね。いやなんかなんかね、でもパッケージもちゃんとねデザイナーの SNS で見ましたけど、見ました。かっこいいジャケットですよ。あれ書いてもらったんですけど、一つ残念なことがあって、パッケージがぴったりすぎて全然開かない。あ、開けるとき1枚だけで中何も入ってない。ダンボール1枚。ダンボール1枚。開かへん。なあ、あとの1000枚それやん。それ最悪です。いやライブはどう？あ、これいつ流れるんでしたっけ？すぐ分かれへん。取って出し。パソコン潰れてるからちょっと時間か。一週間。10月のやつは。あでも宣伝できてるから。うん、ね皆さん。そう。上げてくれる信じてましたよ。信じて10月3日に梅田ハードレイン。あの日めっちゃいいんですよ。いや僕も行きたいぐらいの。ねえ、いやもうホームちゃん死ぬって安いみんなに行くさ。矢野さん、矢野太さん、カモシンゴ、あすごい、いやーすごい、村上前さん、あのちなみに12月に谷口真也君とカモシンゴ君のツーマンがここであります。え、マジっすか、そんなんあるんすか。それはちょっとなんか腹立つからいかん。そう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 。いつっすか。12月2日。12月2日。はい。どうなの。ぜひ。すげえ。ねえ。最近顔すぎてますから。めっちゃいいですよ。今のやばいな。谷口さん、新薬の評判がいいですけど。いや、看護師が最近めちゃめちゃ上がってて。いや、マジで。まだ上がるんすか。いや、マジで上がる。あ、行きました。ワンも行きました。30曲。あれ、あれ以降めっちゃ良くなってた。ちょっとほんまに腕を打ってやろうかな。ほんまにちょっともうイライラした。いい。すごいです。跳ねてます。いや、彼一番今跳ねてます。大丈夫かこれ。そうね、流れないかもしれないですね、この。やばい。明るい曲もあるんだって。ダラダラしてたら一日良かったって曲やります。ありがとうございました。朝すっきり目覚めてからまだ30分も経ってないのにもう眠りたい。どっかで
橋から見てるだけ。選択は明日に回そう。移動で3度目を繰り返す。何がないですか？何もないです。何もないです。遊びに来てください。ありがとうございます。はい、お前ら遊びに来いよ。すべて
しいうち笑い合おう。この星に生まれた感じる、それだけで。子供になりたい。あ、来週30日に心斎橋ホームであります。あ、ライブハウス。あ、その前ここで聞いた時は同じやつですね、はいはい、そう、ホーム、ホーム行ってくださいね。家です、家。いやホームは来なくていいんで11月の、いや、すみません来てくださいね。どこまでも平凡な僕は君が羨ましい。正直に生きれるほどもう若くもない。
と帰り、みぞれまじりの雨が降る。なんとなく人恋しくなって立ち寄ったのは馴染みの晩。雨が上がるのを待っているんだ。冷えた体に酒を流し込む。今は辛い日々だけど我慢をしよう。何のつまずいたってまた歩き出そう。きっと思い通りにいかない日々もいつか報われると信じて。いっぱいだけと思っていたけれど気がつけば2倍3倍4倍と乾いた心を潤すように嫌なことも忘れさせてほしくて打ちつける雨音に耳を塞いでも何も変わらない。答えなんて出ない。胸に込み上げる涙はそして全てを解き放ち、また歩き出そう。きっと思い通りにいかない日々もいつか報われると信じて。ありがとうございました今日は。ね、忙しいから。いやいや、すみませんすみません、本当申し訳ないです。もう今日はなんかいつもに増してなんかギターが決まってた。いやいや、とんでもないですよ。みんな見とれてます。いやいやいや、ほんまに。まさかハープを車に忘れてるって。知らないよ。今日はね、もうね、前田さんもう今日遅れたから絶対福田対応しようと思ったんですよ。よかったわ。ほんで探したあらへん。あ、やばい、車や。でもさすがに今から出て。なんか。ほんで帰ってきたら今度ギター忘れて。ギター持って行くというね。いやでも、まあ、今日もちょっとおしゃれ、地味におしゃれじゃないですかこれ。どうやったそのファッションプラザ岡田のあのこれは岡田じゃないと。これ下ファッションプラザ岡田でいつも服買うんで。これは岡田ですよ。水筒とか売ってるらしいね。なあみんなほらファッションプラザ岡田知らんってもうみんな注目してるファッションプラザ岡田。それが汚れたやつ。でも大体カードファブリーとかだな。ファブリーで150円なんで安いです。普通なんかすんの。いや200、230、250円のしますよ。あ、じゃあファブリー使えないで。ファッションプラザ岡田に行ったほうがいいです。え、ヘニー、ヘニーやね。波が丘とかも。波が丘。波が丘って、あっちの方じゃん。めっちゃ下の方で。三重県の。いや、何ですか。どこどこ。靴下の町。それは貴重が丘から。貴重が丘。波が丘って。靴下の町。いや、波が丘。そうそう。ね、靴下の町。あ、貸し物したことも。あ、その辺。で、いつも行くのは？いつも行くのは奈良市です。奈良市。奈良市の古市ってとこ、古市じゃない。古市があんねや。それ今ちょっと見えたけど、タンクトップ。そう、これね、実はね、半袖と気に入っちゃって半袖バージョンとタンクトップバージョン買ったんですよ。あ、同じ柄で？そうそう。すごいすごい、横に来たよ。一着しかなかったね。いつも汚れてる服も一着しかないけど。あれでもね、心理的には一着しかさ残ってなかったら、それ売れたらまた一着出してくるんだ。それ前も言われた。いや僕、それ騙されやつダメなんですよ。あ、これ売れてると思うと、これもし俺でもしかないから次入ってきたら買うんちゃうかと思っちゃう。それもう肌、もうそこのおっさんもこう飽きたな、ちょっと干せたら、やつだけが入ってきて。そんな店ですか。そんな店やった。めくだつけて。最低やな。でも今日、なんていうの、これ一枚脱いだら、めっちゃチューブみたいね、こうタンクトップで。してないじゃん。あ、チューブやったんすかった。
チューブ練習とかあかんの思ったんですよね、夏なんか、ブルースのフレーズを弾いたんで来年はチューブの首首やりますよ、ね、全然いい、うん、ブルースやってからね、ハーモニカとか吹いたからいきなりサーバードリーンって、あ、それだよその歌がいいんだよ、今の話はめっちゃええ声めっちゃええ声ライブどうですか、ライブあ、告知ライブめっちゃやってるでしょ、やってないですよ、最初あ、でもね、近いライブだと、もう来月なんですけど、次回7日にね、大和高校音楽祭に出ます。奈良の、あ、奈良のイベントめっちゃ、はい、奈良イベント言ったらザッキーが出てる。いや、もういつも言ってあってますよ。めっちゃ出てるね。めっちゃ出てる。何の、何そんなことしようとするんですか、何、郡山音楽祭。あの、なんか最近、なんかね、ちょっとニュースになったじゃないですか。金魚の電話ボックスがありましたね。流れ、チェックされる。そう、でもなんか、ね。え、なんか入ってる、多分。ボロボロ。いや、でもね、ボロボロ。ビタージョコリ。いや、シールド繋ぐんですよ。3年生閉めちゃうんですよ。いや今回で終わりよ、ほんとに。俺が死んだより、キングが死んだことのニュースなのかもしれない。金魚を殺した男が。なるほど、伝説の男。で、今でも撤去されて、うん、普通の水槽が。あ、青いじゃん。でもなんか、訴えられましたね、なんか。じゃあ、著作権。なんか、マネかなんか。著作権はなんか、だから撤去しはってたら、なんか、まあ、揉めたくないから。で、それがなんか、ちょっと、ね、腹立ったらしいみたいな。結構いろんな人が出るんですよ。でもその金魚のとこで結構やらせてもらうとお客さんが結構来るんですよ。はいはいはい、はい、金魚のためにね。なるほど。みんなああそうなんですよ。もうだってみんななんやザッキーかって。そうです。有名。行ったら何やザッキーかって帰るんですよ。金魚ちゃうから。何やザッキーからだろう。ザッキーめっちゃ金魚と一緒ぐらい有名。めっちゃ有名。やばい。逆にめっちゃ有名。何で名前知ってるんだ。ザッキーかよ。なんかザッキーっていう生き物みたいになって。ザッキーかよ。ザッキーやったら関西の。なるんですよ絶対。いやいやいや、いや本当にありがとうございました。今日本当にね、もうそうめん、今年初めて食べました。いや、食べたよね、みんな。なかなか、自分もそうなんですけど。なかなかそうめんって、今年までなかなかその、いや僕も、知ってはいるけど。なかなかないですね。なんかどっか、折り返しがあるって、なんか3週間。そう、これ今年初めて。でもだからなんかね、一緒にすっげえ長い、長いそうめん、あれのギネス記録。最後のところ。次ね、それ、いやいやいや。だからだいぶ、どっか外で。ちょっと、なんか、よくなんか、ダッシュ村でめっちゃ、なんか嫌だ。途中でなんか飛んだりする、ピューン。ちょっとライブぐらい見たいです。いやいやいや。でもなんかエラもなんかリハで見たら本番止まったりするんですよ。せやな。せや今日でもうまいこと言ってよかった。いや今日すごい。リハされたらもうほんまあの終わんなかった。終わんなポイントなんですよね。あの終わんなかったらめっちゃ面白い。あこでほんま帰らない。そうめんが。こういうことするから。そうめんの中に水が。そうめんせき止めて。水だけこっちに行く。そうですよ。会議しましょう。ちょっと会議してきますわ。この会議しよう。で去年のそうめんはどうですか？でもあれですよ、金曜日のビリーさんってとこでライブはあります、はい、木曜日なんですけど、はい、久々に、まあ、一応まあ奈良のね奈良でやってるんで活動してるんで奈良の人がもし見てはってさ地元ですよね。そうですよ、まあ、もしよかったら来てくださいませ。地元やそうです。あとはそうだ、10月は27日にベアーズカフェさんに出させてもらいます。もうこれは多分ベアーズカフェさん結構ロックな日です、ね、ロック、あ、いいですね。ゆうきしんじさんって、おー、もちろん、はい、知ってますよ、知ってます。この曲、あ、そう、ね、この人ね、この楽器出てきてから最近やってはりませんけど、ね、あ、そうなんですか。メバランドね、奈良とか、前はね、ロージーさんとかにご一緒してて、ここでもご一緒してます。ゆうきさんはまあ楽しみですね。お久しぶりにお会い。じゃあロック全開でいきます。ね、この間のね、赤田と前田さんのライブ、ありがとうございます。レディオマジックめっちゃ良かった。いや良かった。めっちゃ上手かったですね。あの前田さんもまた見たいです、ね。ぜひお願いします。動画があるんですけどね、いろんな人が撮ってるので。限定公開だった。いや、使えないです。大丈夫かな。あ、そうですよね。ウォールスターでね。かっこよかったですよ。素晴らしい。ね、本当に素晴らしいライブでした。僕の方は言っていただければ。いや、今終わろうよ。ソロライブはかっこよかった。本当に。MC 一番上手かったです。いやいやいや。ありがとうございます。で、僕は最初に。ありがとうございます。何見れんだらだら笑いだけじゃ笑うがいいさないの俺にとってみれはいつが最後のもんだと決めていただからウイスキーそんな気分のさウイスキー冗談じゃないぜ俺は変わりのよ。俺だけの気がつかない卒化した愛
今やめて、それじゃないよ、やだろう。前やるお高しそうめ。